トンレザニの部屋の中東工事中のギルランディーナ、ギルランディーナないしギルランディーナの塔は、イタリアのモデナ大聖堂に隣接する首楼である。高さ86.12メートルの塔の上からは、市の周囲を一望でき、古くからモデナの主要なランドマークになっている。市民の塔の名前で、モデナ大聖堂などと共に、世界遺産に登録されている。大聖堂に隣接する。 大理石製の城が完成したのは1179年のことでモデナ大聖堂と共にランフランコの設計だった。5階建ての塔は主にサンジミニアーノの塔と呼ばれていた。その後、モデナの首都局はボローニャの塔と張り合おうとして八角形の6階部分と先頭を付け加えた。それは13世紀から15世紀に大聖堂の修復のために カンピオーネから来た多くの親方の一人、アリゴダ・カンピオーネによって設計されたものである。結果として、塔の下部はロマネスク様式、上部はゴシック様式となっている。塔についた風光系は、青銅製の花冠で飾られており、ギルランディーナという現在の愛称はそれに由来している。内部では、15世紀のフレスコ画が残る、手置の部屋に、 石キアラピタの描画の複製が保存されている。それは、かつてこの塔がモデナ市当局の金庫だった時の記憶を伝えるものである。5階のトレザニの部屋では彫刻の施された中塔が有名である。2007年12月から新たな修復作業が行われた。その工事の間、工事用の足場はイタリア人の芸術家ミンモ・パラディーノが描いた幕に覆われることになったが、 その選択とそれに伴う高額な出費は、モデナ市民の間で議論となった。ギルランディーナは、首労として、中世市民生活のリズムを刻む役割を果たしていた。モデナ大聖堂、及びそれに隣接するギルランディーナと、グランデ広場は、一体となって中世イタリアの自由都市の発展の様子を伝えるとともに、中世キリスト教都市における信仰と、市民生活の結びつきを伝える。 優れた例障として、1997年の世界遺産委員会で世界遺産リストに登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。この物件の公式な登録名は、カテドラル、トーレシビカピアッツァグランデ、モデナ、ホットドロール、トーレシビカイピアッツァグランデ、マドンである。その日本語訳は、文献によって、 揺れがある。ありがとうございます。